キューちゃん牧師放送してるの今。いや、でもなんかそういうね、ちょっと人気なところはね、あれなんで。どれ？ いや、でも突したところで何を話せばいい？やってる今っていうか、あ、やってる 今私の DNA はイエス様。以前の DNA はサタンでした。え、なんかこういうキャラなん、この人。ん？なんか思ってたのと違うねんけど。思いました。これ逆ですね。クリスチャンになって日は浅いですが、昔からイエス様を意識してました。油注ぎ最高です。今日から遺伝子組み換えのものは食べません。イエス様のDNA もらって偶像から解放されました。中絶した過去が消えました。許されます、許されます。もう万引きをしません。天国で楽しみで生きてます。天国が楽しみで生きています。リバイバルのために働けるなら何でもします。生きる勇気が与えられました。この放送で考え方が変わりました。油注ぎヒートオーバーヒートしそうです。逃げずに LTL で働きます。アメン、ハレルヤ。天国ポイント貯めたいです。死にたかったけどやる気が失せた。アメン。 LTL はリバイバルです。アメン。これでいい、これ。生まれてきた子を考えるとなんとなくわかる。そうですよね。イエス様の血が流れてると思ったら自信が湧いてきました。シンプルな生き方になりました。自殺をやめました。自殺やめた。ことわざ1400個言えるようになりました。え、これよりも荒れてんの？妻の手足のしびれを治してください。治りますように、治りますように。彼女が元気になりました。吉原さん、樹海に行くのをやめました。ちょっと今かけた。あ、繋がらん。あ、繋がってないわ。放送が終わったらかかってくるって怖いな。ちょっとやばいな、キューちゃん牧病気師がこ治ってれ。歩けるようになりました。やめとくか、もうやめとこう、もうなちゃん、う。てか、もうやめるわ、もう、突。やめるわ、やめとこう、もう。
うなちゃんまんとかさ、もうやめとこうぜ、もう。うなちゃんまん、どれいや、もうやめとこう、もう本当にもう。やめときましょう。やめときましょう。もうちょっとね、その、大きな声出せればね、いいんですけど、今。ちょっと家族帰ってきちゃったから。ありがとうございました。え？もしもし。え？もしもし。あ、もしもし。はい。あ、どうも。はい、どうも。どんなご相談でしょうか？あ、今回もうちょっと放送突待ちされてたんですかね、これは。はい、質問でしょうか、はい、それとも。相談あ、普段放送を見させていただいてます、私、フレデリックというものなんですけれども。フレデリックさん、はい、はい、こんにちは。クルちゃんボックスさん、こんばんは。こんばんは。はい、あれですかね、キリスト教について僕、ちょっと全然知識がなくて、はい。基本的な、理念というか考えっていうのは、どういうところにあるんですかね。一口で言うのは難しいですけど、はい。向こうさんは、そうですね。あ、向こうさんって言っちゃった、言いなかったのかな。ごめんなさい。すいません。まあ、スカイプ ID が向こうなんで、はい。はい。フレデックさんは、はい、なんて言ったらいいのかな。いわゆる、宗教の中にも、一神教、多神教ってあるじゃないですか。一神教です。一神教です。はいはい。はいはい、一神教です。一神教。はいはいはい。はい、フレデックさんは救われたいですか？はい、そうですね。まあ、やっぱ救われたいっていうふうには思いますね、僕は。でも、どうしたら救われるか分かんないわけですよね。分かんないですね、本当に。それが本当に知りたいですね。私たちはね、救いとは何かという、はい、まあ、定義するとね、はい、神様に対して、はい、遠く離れて、はい、生きる意味を見失ってるみたいな、迷子みたいな、そういう感じから、はい、まあ、神様に見つけられる、はいはい、神様と和解するみたいな。和解する？例えば、子供がなんか迷子になっちゃってると、なんかね、悪い状況ですよね、迷子だと、ね。そうですね。人間はみんなそういう状況だよっていうことかな。フレデリックさんもある意味では迷子なんだよっていう。あ、なるほど。つまり、なんていうかな、デパートとかで、よく子供が迷子になってる、そこで迷子になってる子供が、まあ、僕だとして、それを、お母さんと僕にまで導いてくれるのが神だってことですか。そう。はあ、なるほど。あ、わかりやすいです。親と、私もね、小さい時そういうことがありましてね。はい。まあ、母親とまた再会した時ですね。はい。泣きじゃくった記憶があるんですよ。ああ、そうですよね。はい。誰でもなんかそんなような記憶あると思うんですよ。あります、あります、本当に。イエス・キリストを信じて、はい、救われるっていう、そういう感じかな。はい。なんか、もう悲しくて悲しくてしょうがなかったけど、また親に会えたみたいな。ああ。そんな感じですね。ああ、なるほど。じゃあ、今はその、路頭に迷ってる人間っていうのはやっぱ、たくさんいて、そのほとんどの人が未だ迷い続けてるっていう。そうですね。ことなんですかね、やっぱりね。はい。で、僕もその一人でやるっていう、ことなんですかね。そうですね。はい。やっぱもう単純にも言ったら、もうこういったもう、なんていうんですかね、もう先の見えない状況からやっぱ打開するには、やっぱどうしたらいいんですかね。その、要するに、状況が悪いっていうのが、その、まあ、迷子だっていうことなので、はい、イエス・キリストを信じて、はい、ね。あ、要はもうキリスト教に。神様と出会うみたいな、はい。神様と出会うっていう感じが大事ですね。ああ。わかりました。じゃあ僕は、はい、この前、新約聖書をね、人からもらったんで。はい、あ、そうですか。はい。これをちょっと、読んで、ちょっと。あ、それはいいですね。ぜひ読んでください。はい。じゃあ、これ頑張ろうかなと、はい。また放送を聞いてると信じれるようになりますから。あ、わかりました。じゃあ、はい、本当の方も視聴させていただきます。はい。はい。ありがとうございました。はい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 。なんで繋がったんや。
いや、負けるも勝つもあるかよ、こんなん。負けるも勝つもあるかも。てかもう、僕はもう普通にそのね、うん。いや、ね、もう、ね、もういいじゃないですか、そういうのは。そういうのをもう僕卒業したいからね、僕はね、そういうのは。そういうのは僕はもう卒業したんで、はい。うん。で、ふざけてほしいんやったらもうお前らがね、やればいいやんか。俺はもう、ええから、はい。